はい、ハルです。今回はですね、100均で買ってマジで良かったものを、収納編と小物編に分けて紹介していこうと思います。まず収納編でね、マジで買って良かったものがこれですね。なんだろうな、メッシュ生地っていうの？これでできてるやつ。これは、いろんな形があるんですけども、その中でもね、特にこの中が分かれてるやつがね、かなりおすすめなんですよ。ここに区切るやつが入ってて、これがあることによってね、ペンとかが全然こうブレない感じです。で、私はね、この中にコーヒー缶を入れて、そこに鉛筆とか入れてる感じです。もちろんね、ここは切れないようにね、シール貼ったりとか、ちゃんと指が切れない対策はしてるんですけども、これがね、ぴったり入ってくれるんで、この缶の上をくり抜いて、ここにね、綺麗に入れることによって、まあ、ペンもね、バラバラにならずに結構綺麗に入ります。なんか後ろにこうね、段をつけてあげると、こういう感じでこう階段みたいにね、いい感じに上に上がってくれてるので、めちゃめちゃ取りやすいし見やすい。で、ちょっと前にね、新しく置いてあったのがこれ、ここにね、かけれるのよ。この引っ掛けれるやつ。こいつもね、優秀です。で、あと、収納編でおすすめのもう一つのやつが、これですね。壁掛け系です。で、私は、何回もね、紹介してるんですけど、絵の具をね、こういう感じで、保存してます。で、あと、このね、この壁からかけるやつ。これがすごい優秀で、磁石にめっちゃくっつくんですよ、これが。こうメモ帳とか、ここにね、止めておくことができるし、ちょっと確定申告しなあかんねんけど、洗濯バサミでね、こうやって挟んであげると、ここに筆も置ける。まあ、あとはこういう感じでマスキングテープ引っ掛けたりとか、マジでね、この網網のやつめっちゃ使えるので、メモを貼るのもよし、こういう感じで画材をぶら下げるのもよしっていう感じでおすすめです。はい、収納編3つ目、最後ですね、おすすめなのがこれ、マスキングテープケースで、私はね、これ本来は1個売りなんですよね。これで100円100円なんですけど、ここのね、接合部分のところをアロンアルファでガッチガチにつけてます。なので、これもおすすめですね。はい、で、あとダイソーでおすすめといえばスタンプ類。これ100円って良くない？スタンプめっちゃ可愛いんですよね。こういう装飾系のやつ。普通のお花っていうよりは、若干ちょっとドライフラワーっていうのかな。色が若干淡い感じのやつね。これもね、一袋100円で売ってました。で、まあ、シールとかも基本的には私も100均のものばっか使ってるんですけど、最後にね、おすすめしたいシールが、これ、メッセージシールですね。これ何かっていうと、ほら、取扱注意とか、こう、郵送するときにね、配達員様へ、みたいな。メッセージのお届け物が入ってるので、よろしくお願いします、みたいなシールがね、こういう感じで可愛くね、販売されてるんですよ、ダイソーで。これはね、結構使えるんですよね、おしゃれだし。で、このマスキングテープとかも、ほら、カッター注意とかね、こう、開けるときに、こう、気をつけてね、みたいなことを言うために、これを貼ったりとかするときもあって、コラージュ系は100均はね、マジで優秀です。でも、マスキングテープとかもたくさんあるし、これメッセージカードとか、封筒も入ったりとかするので、めちゃめちゃね、使えます。まあ、ディズニーコラボみたいなのもたくさんありますし、梱包とかする方、あとはまあ、お絵かきしてたくさん画材があるっていうね、収納に困ってるっていう人もね、ぜひ私が使っているものを参考にしていただければなっていうふうに思います。まあ、結構ね、どんなん使ってますかっていうのが結構多かったので、まあ、私はほぼ100均ですっていう紹介動画でしたね。はい、という感じで、他にもね、いろいろやったりするので、よかったらそっちも見てみてください。みんなで100均に行こう。バイバイ。